はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は強化俊英高校で、ミート守備補給上限アップのキャラを作っていきたいと思います。3つとも102を目指していきます。でまずは、ミート上限アップの、プレミちゃんを入れて、守備上限アップのユニフォームビビちゃんをお借りして、で補給上限アップの、ユニフォームサガラさんを入れてますというところですね。でパワチャレ用に、使っていきたいので独身術のはるかちゃんを入れてます。でそうするとミート守備補給って全部ね精神ポイントを使いますので、一応精神が稼げる雷プラスパワーヒッターは欲しいので、入れてますというところと、あと俊英はねそんなに練習をするところではないので、一応経験点稼ぎとして渚ちゃんを入れてます。で渚ちゃんの金徳はね伝説のさよなら男で、ユニフォームビビちゃんと被っちゃうんですけれども、まあ、優勝してねヒートアップを、取っていきましょうというところになります。あとミート上限アップ、まあ、エプレミちゃんか今のところツノちゃんではあるんですけど、井戸端が起こった時の評価戻しがねどうしてもね4人いると相当きついんで、まあ、ちょっと3人くらいが限界かなと思いまして、彼女キャラは3で来ています。まあ、エプレミちゃんあとね広角打法も一応コツがあるので、まあ、パワー非広角が取れればいいかなというところで選んできています。ただコツの数的にはね、まあ、少し多めなんで安定はしないと思います。まあ、一応これでやっていきましょう。で早速コツがあるんで、両方来てんじゃん、どっちがいい、パワヒが欲しいよな。いや広角打法の方があれか。じゃあエプレミちゃんでいこう。経験点的に技術ポイントを使うんでね、広角打法はもちろん技術もね大量に持ってかれるんで、おいいね、渚ちゃんの最大値アップ。であと評価はねなるべくちょっとこういう何もすることがない時に少しずつ上げていきましょう。あと練習である程度ね上げていかないと評価が乗らないと思うんで、はるかちゃんがいる時はちょっとはるかちゃん優先的に上げていこう。はるかちゃんは評価の上がりがそんなによろしくないんで、で戻しは速攻で戻しちゃいましょう。置いとくのもげ早っシドレミちゃん早いな、もうタックが組めんのか。一応ね新表テーブル的な感じになるのかな。だから初期評価は高い方ではありますね。でここは少しでもなんかクロスワードパズルにしとくか。考察技術でビビちゃんは確か技術点を多めにくれるキャラなんで、誰もいないな、監督評価も一回上げておきますか。そう雷もねワイルド雷にしようか通常の雷にしようかちょっと悩んだんですけど、ワイルド雷は俺今現在プラゼロなんでちょうど35なんですよね。一応ね試合経験点ボーナスがついている方で、普通の雷を選んできました。まあ、両方ね45になってればワイルドにしたんですけど、そんなにね練習を一緒にするかって言われたら多分しないと思うんで、だったら試合経験点ボーナスで稼いでいこうかなというところですね。上雑用の時にね彼女キャラが来てくれるとマジいいんだけど、よしありがとうはるかちゃん。しかもそして告白、俺の雑用の姿に心を打たれたか。雑用してるから健康な体作りをできていると思われそうだな。あの人雑用ばっかりしててすごいみたいな、だから体が強いんだ。
さっさと休んでるけどね。野球のリズムが始まってしまった。ペペフちゃん少し戻すの遅くしようか。あ、初球来た。あ、初球来ても大してあれじゃん、災害入れてねえや今回。エクスプロージョン、まあこれは評価上げておきましょう。はるかちゃん、ビビちゃんだったらちょっとはるかちゃん、はるかちゃんの評価の上がりがいいね今のところで。相良さん、これはここで、おお取った。これを取ってくれるとだいぶ経験点もらえるし、守備職人のコツもつかめるんでかなりいいですね。どうしようかな、ビビちゃんちょっと一回やっとこう、もう一回。いや多分ね、結構やっとかないとね評価がきついんですよね。で一応呼び戻しができるようになったんで、ここはちょっと能力上げとこう。弾道は3、ちょっと待って、パワーどこまでいく、30か。ミート D にしとこう。これでもう初回からね40点狙っていきたいんですよ。呼び戻そう。ここはね雷、エプレミちゃんはもう少し総力が上がってから戻したい。で入り替え試験で一応100ポイントは入るはずなんで、いやパワー30でも持ってくよ。ダメよしよし、これはいい、すげえ優しい。エチゴくん、ただエチゴくん絶好調じゃん。いいねいいね、あと1本ホームラン打てばなんとかなる。オッケー、しかも普通の好調なんだ。絶好調の方がね、まあもちろん打ちやすいっていうのはありますけど、パワー30だな、最低パワー30あって好調であればなんとかなるっていう。弾道さんだね、やっぱり弾道さんは欲しいよ。あれ最後ホームランじゃないんだ、まあいいや。一応雷がいるっちゃいるんだけど、いるっちゃいるんだけど、コーチとかも少し気にしていかないといけないんで、コーチが練習できるときはちょっとコーチできますか。粘り打ち、固め打ちが欲しいんだよな。雷かー、コーチかー、どうしようかな。一般人戻すか。サボり癖がつきやがった。水も滴る、これもねコツを手に入れることができるんで、上だと回復してどれかの練習レベルが上がるのかな。で下だとコツが3つランダムで手に入りますと。え、なになになに、打球伸び一層衝撃、結構珍しいのが来たな3つとも。どうしよう、通信しとこう、早めに直そう。よし、一回で直った。分かったと。あ、そうか、ワイルドだとあれだよね、重戦車だからそれでも良かったのかもしれないな、ポイント的に。まあ、ただ試合経験点ボーナスでちょっと稼ぎ出していきましょう。お、13上がる、結構いいね。はるかちゃん、コーチにちょっと起きない。これでねセンス丸とか
ついてくれればいいんだけどね。つかないよね。都市伝説だからな、センスマルとか。1回くらいいける。あ、そもそも起きない。もう1回練習できるよ。相良さんそもそも乗ってねえじゃん。ちょっと1回練習しとこう。OK。 メッタルチってどれくらい使うんだ。いや、はるかちゃんほんといいよね。ほんといいよねっていうか、そこまで多くはないか、経験点は。で、パワー D は欲しいけど、ちょっと D まで持ってくとミートが持っていけないか。ギリギリ足りないな。いや、パワーだな。ミートは D あれば十分だ。で、コーチか。プレミちゃんそろそろ戻すっていうのもありだけどな。ちょっとコーチ星3にはしておこう。お、固め打ち断る。野球が上手くなりたい。中吉、お、いいね。で、ここで上げとけばいいんだよ、ミート。よし、いけんじゃねえか。 B までいけんじゃねえか。これで臨もう。あ、あとね、ちょっと走力、これいけんな。エペルミちゃん戻そう。これで、まあ、エペルミちゃん戻しちゃおう。どちら上。まあ、あの2月の1週以降になるとね、あの経験点とか上がったりコツをくれたりするんですけど、ちなみにエプレミちゃんってね、盗塁アシストくれるんですよ。マジでいらないっていう。ちょ、また早い早い早い。全力ストレート136キロか。なんか体感速度がめっちゃ速く感じたけど、やばい、なんかやばい。ちょっと待って、これ入らないよね。ちょうど半分か。ホームラン3本打てば全然乗る。よし、 OK。 2回目くらいからね、だいぶ楽にはなるよね、能力的に。1回目の方が全然スコア高かったっていう謎現象。ピッチャーだな、やっぱりピッチャーが塚本くんの方が嫌だったんだな、越後くんより。越後だっけ、なんかもう名前忘れたけどさ、一般人の名前なんて。で、シドレミちゃん、エプレミちゃん、ちょっと C だな。そうだね、ちょっと C にしておこう。さて、どうしようか。コーチか。ちょっとコーチ持ってやろう。追加が起きないね。何気に体力を回復してくれる。コーチ3にはなったといえば3にはなった。進めておくか、デート。ピピちゃんとか評価低いな。ちょっともう1回くらい練習しとかないとまずくないか。で、これは強く筋力ポイントをゲットしていこう。ビビちゃん、あ、これででも星4には乗ったのか。うん、大丈夫そうだな。よし、はるかちゃんも進めていこう。で、はるかちゃんとビビちゃんはカラデートがあるんだよね。よし、これでまた相良さんの評価も上がってかさ、乗ってる。そもそもなんか相良さんも相良さんで危なそうな気がするな。ちょっと呼びます。どうしとこう、もうこいつを忘れそう。
コアが足んねえ。しまった、あぶねえ。かなり際どかったな。なんかさ、ここら辺でも金徳1個欲しいよね。シナリオ金徳がね、どうしても高知の左キラーだけなんで、そこがちょっと厳しいかな。やっぱり全力がね、実装された今、経験点は全力で叩き出せるからね、強化ももう少しこう見直してほしいよね。だってパワー上げとく、パワー C だな。ソルク B にしとこう。で、特になんもないよね。一応コーチどうする、なんか誰かと絡んだ時に、いや、コーチやっとこう。追加がマジでない。で、プレミちゃん2回目。まあもう、総力はね、B まで持ってってるんで。で、コツか。コツはちょっと欲しいよな。一回やろう。で、コツをくれ。打球のピカ、微妙。打球の B、最後に。さっきあの人、名前忘れちゃったよ。はるかちゃんからもらって5にして取っとく。で、ちょっと待ってね、相良さんが来てないからな、少し詰まりそうな気がするんで、この2人進めておこう。で、相良さんに関してはカナデートがないはずだから、4回目くらいまで進めちゃうか。俺がいる。よし、精神ポイントをゲット。で、ここは正直10点取れればいいんで、10点取ったら終わりにしちゃいましょう。はい、終わり。で、あと試験は残り2回か。ここでも評価、ちょっと相良さん1回練習しとこう。追加怒ってくれ。よし、ラブパワー。ラブパワーも大して恩恵ないからな。一応告白が来たな。 OKOKOK。 あとはデートを進めつつ、評価を上げつつ、コーチと練習しつつ、うん、ここまで来てれば4月の試験終わらした後でいい気がするんだよな。ミートー持っていける。一応102までは持ってったね。 OK、じゃあデート進めていこう。で、はるかちゃんかな。はるかちゃん3回目まで持ってっちゃおう。これはどっちがいいんだ。下4ってことはもうはるかちゃん乗ったか。じゃあちょっとはるかちゃん置いといてもいいかもな。パク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 。座りやがった。まあいいや。ちょっと見て、コーチか。でもな、敏将は正直もういいんだよな。ビビちゃんを進めていくか。ビビちゃんこそもう一回くらい練習必要。メンタル、あー、ビビちゃんいるな。ちょっとやろう一回。うまーい。ここは特に選択肢とか何もないはずだからいいね。で、4月の1週また試験があるんですけど、ちょっと取っとくものとかある。メッタジャも取っちゃっていいか。片目2あれば全然大丈夫だね。これでメッタ打ちって効果あんのかな、試験で。シミ職人も取っちゃおう。ちょっと技術がマジで減ってるけど。で、はるかちゃん完璧だから、ビビちゃんもう1回くらいか。ちょっと相良さん1回やっとくか。
相良さんが奏でとなしだから最後に残しとこう、組み込みやすいように。さてめった打ちの実力見せてあげましょう。ゲー、際どい全然めった打ちじゃない。ちょっと今のスライダー危なかったな。ゲー、パワーが少し足りねえか。ゲー、シンカーとかやだ。え、マジで、ちょっとこれやばくないやばいっていうか行かなくね。小原お前にしてやられたな。どこまで落ちる、60とか30点って60だよね。チワハトコース掴んだ。ちょっとじゃあそろそろコーチを追っかけますか。こっちまた3か。これはもうどんどんやろう。ちょっと経験点を少しでもやんなきゃいけないんで。あ、掴んだ。でただもう4月か。何気に進んでないは進んでないな。ビビちゃんが1回くらい必要かもね。もし満タンにできるんだったら満タンにはしておきたい。評価を。デートでどこまで戻せるかっていうのがあるからね。っていうかいつ来るかっていうのもあんだけどね。あ、来た。でビビちゃん、あー、そこそこまだあるな。よし、じゃあちょっとはるかちゃん終わらせよう。まずは3回で乗るかな。ここそもそも評価上がんねえし。マジですか。ちょっと待って、これは見る。あーあー、やりてー。待ってね、今5月の2週でしょ。あと何回、 1,2,3,4,5,6 回だから6月までデートしなかったとしてもなんとかはなる。やろう。で、はるかちゃんはもうこれで絶対乗ったからアベレージヒッター。あ、もう絶対もう戻った。そもそもでもちょっと独身術が欲しいから終わらせちゃう。はるかちゃんは空デートの可能性があるから終わらせちゃいましょう。一発逆転。これってどんくらい入る。チームメイト評価だけかよ。監督はもう特にいらないから、あとはるかちゃんがねここで3くれるかどうか、これ超重要なんで頼む。おわひー、失敗しやがった。失敗するとね独身術が結構きついんだよね。140だからね。で、守備どこまで上がる。ここから上げていくのか。いやー結構厳しいな、やっぱり経験点が厳しい。じゃあビビちゃんもちょっと空デートがある可能性があるんでやっちゃいましょう。ビビちゃんは技術をくれるはずなんで、くれ技術。ほら、あ、監督やっとこう。体力あるからね。あ、ちょっとしかくんないけど重々っていう。コツかー、筋力か、まあちょっと C だからな。まあいっか、経験点でも悪くはない。金魚すくい。で、失敗しやがった。結構失敗してんな、いろいろと。頑張るとか。一応あの精神ポイント狙いで来ました。技術がちょっと少ないんですけど、技術とね精神をいっぱいくれるっていう選択肢がないんで、
で、ビビちゃんがこれで一応評価が乗るかどうかだよね。お、打った。で、伝説のさよならと。で、最後の試験、スイープがないからね。ちょっと待って、2回は落としたくないぞ、これ。なんかすげえ調子悪い。なぜだ？そういや、独身術発動してない。やっぱ独身術 30% くらいだよね、体感的に。このカーブは外す。全力ストレートか、合わせづらいんだよね、全力ストレートも。いや、すっげえギリギリだな。ファールじゃなかったか。まあ、なんだかんだで、で、シビトコまで行く。98。ちょっと待って、90にしといて、パワー B にしとく。そうしたら試合で打てないからな。で、ビビちゃんどうなった？うわ、乗ってねえか。で、さくらさんあと何回？いや、さくらさん乗るよね、これ。あと2回で。ちょっと1回ビビちゃんと練習しとこう。いた、やっとこう。ちょうど守備にいたし。あ、6、これ大丈夫だよ。オッケーオッケー、ビビちゃんオッケー。で、あとはちょっと相良さんが乗るかどうかだね。一応2回じゃあ終わらしちゃおう。で、もしタックが来たらちょっとタックをやって、何もなかったらデートする。お、技術くれた、やった。で、あとは試合で、一応雷がね、試合経験点ボーナス持ってるんで、そのために雷を入れてきたんで、行きましょう。そうか、キャッチャー雷か。お、まあ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 、経験点くれんだったらそれはそれでよし。おお、相良さん、最悪相良さんと一回カラデートをしなければいけないかもしれない。取ったか。これ取らない方がいいんだよね、ボコって当たった方が。ボコって当たると逆襲さんなんだよ。コツ、雷か、やろう。バックだ。まあ精神くれるのは悪くない。で、何気にね、ここが鬼門なんだよね。102にはなったか。あと精神、独身術はもうすでに取ってあるから。次が4球目、投げた、打ちました、いい当たり、やった、ライトから先頭バッターは宮内、投げた、きた、ハリナマ同点だ、いった、ツーアウトランナー一塁という場面で宮内、初球から打ってった、掴んで、これでツーアウトランナー二塁という場面で宮内、打ちました、初球打ち、ヒット、センターからセカンドへ、シュッ。マジで爆速が捉えらんねえんだけど。何もない。相良さん練習しとこう。どう、これで。いない、一応ちょっと声から見とこう、その他関係者。あ、ギリギリ乗ったな。経験点7100か。ここからどう伸びるかだよね。まだ試合とね、最後のなんだっけ、エピローグポイントが期待できるんで、
術ってもうそうそう使わないは使わないよね。じゃあパワーヒッター直撮りしたい、直撮りしたいんだけどな。これで頑張ろう。第9初球を打ちました、掴みました。迎える3回です。バッターは宮内。第1打席です。初球打った、ダイレクトで当たった、宮内ツーベース。ノーアウトランナー1塁という場面で宮内打った強い。第3球を投げた、打ったレフトへ飛んだ、ヒット。打球が転がっている、宮内ご覧シュート。なんか俺パワヒがないともしや打てない。パワーヒッターに頼り切ってたかな。まあ少しでも技術ポイントを上げておきますか。最後はちょっと精神練習をせざるを得ないかな。雷が来てくれれば嬉しいんだけど、まあ余ってるっちゃ余ってるから取ろう。パワーヒをちょっと自画撮りしますもん。で補給、いや持ってける、これ持ってきなさそうだな。ちょ肩25って嫌だ、すごい。できれば D にしたいな。投げました、打った、これは強烈、いった。ツーアウトランナー2塁という場面で宮城初球を打った、取ってこれで3アウト。投げました、打ちました、痛烈、いった。第3球を投げました、これはいい、で、あとね、結局金徳も取んないといけないんで、何もない。最後はまあちょっとメンタルで少しでも稼ぐか。そうで、あとねちょっと話は変わるんだけど、渚ちゃんですね、渚ちゃん PSR、まあ、自分手に入れたじゃないですか。でテーブルを見て思ったのが、渚ちゃんは絶対これ PSR の方が強いっすね。いやまあそりゃ当たり前は当たり前なんだけど、 SR プラゴより絶対PSR の方がいいっていう、そういう感じで、イベントボーナスが通常の SR だと60までしか伸びないはずなんですよ。で45で試合経験点ボーナス15がつくというテーブルなんで、もしね SR のプラゴを作り出したらもう絶対 PSR に突っ込んだ方がいいですね。42で試合経験点ボーナスで45で80になって、50だと試合経験点ボーナス20というところになるので、今ね自分 SR プラ4なんですよ。で PR が多分プラ1とかなんかそんな感じなんで、渚ちゃんねできればちょっと42にして試合経験点ボーナス15をつけたいというのはありますね。まあ、追いガチャするかどうかって言われたら分かんないけど、で遥ちゃんもだからプラ4だしやる価値はあるよね。で相良さんも結局通常の相良さんをぶっ込んで今プラ4だから、まあ、ここら辺がまだね伸びる余地があるんで、追いガチャ結構闇だからね。最後に精神練習やって、やっぱ精神が足んないよね。であともしツノちゃん入れてたら絶対戻せなかったね評価。いかなそう、ちょっと D にしとこう。第2球、あっと、いった、先ほどホームランを放った宮内、打った、これは強烈、入れば同点だ、さらに伸びていく、投げた、きた、いった、ツーアウトランナー2塁という場面で打った、これは強烈、いった、入った、終了。いやちょいちょいミスったところがあるからね、いろいろと。3位か、そうここはねなかなか上がんないんだよね。はるかちゃんどうしよう、守備職人はだっていらないでしょ。アベレージヒッター、ボールにしとくか。打球伸び、相良さんもこの経験点で、ビビちゃんは PSR のプラゼロだから変わんないか。うん変わんないね。42になってればちょっと増えてるはず。で渚ちゃん高いで、ヒートアップとかさ取
取れる余裕ないよね。一応9900か。いや失敗してなければ1万いったな。560か。てかパワーと敏捷余りすぎじゃん。だこれをうまくもっと精神に振りたいんだけど、いくか。一応いった。50で何が取れる。ヒートアップも絶対無理だ。取れない。逆襲とかも無理だ。サヨナラとかちょっと取ろう。であとこれ左キラーは精神使わないん でちょっと早期も上げとこう。で広角打法取るか。いっそ精神がやっぱりないな。もうほとんど取れない。そこもあれ使わない。あ打球伸びせっかく掴んだんだからもらっとこう。結局取れなかったのって何。ヒートアップと逆襲2つ取れてないのか。フルヒッターはだってもうあれでしょ。いやちょっと経験っていうか余っちゃったな。ちなみにさ101だとさ16か。16だったら大して何もないよね。独身術もな失敗してるかな。失敗してるっていうか1だからね。独身術の分をもう少し回せればなんとかなったかもしんないけど、まあもうちょっとしょうがない。これでいきますか。なんか両方半端だな。左キラーも重すぎるからな。ほんで取っとこう。せっかく監督を追ったんだ。コーチか。いや余りすぎたな。余りすぎたけど89。まあいっか。 S6 か。いやちょっとな。まあ、こんな感じか。やっぱりね、あと精神ポイントをどう補充してくるかというところがポイントになってくると思いますので、まあ、もうちょっとね、何人かやってみて、ミート、守備、補給の102、102、102を作ってみましたという動画になりました。もうちょっと、いろいろ逃してるところがあるんで、もうちょっと頑張りたいと思います。というようなところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。多分ね俊英がいいと思うんだよね、この編成だったら。あと田中山くんね。田中山くん自体はまだ40になってないんで、まあ普通の田中山くんがぶっ込めるだけの量がないんで、田中山くん入れるとでも結局練習になっちゃうからね。どうなんだろうね。まあなかなか難しいところはありますけれども、まあ、今後だよね。で佐伯さんが出てレイリーが出れば全力とかでね、全然持っていけると思うんですけど、今の現状だと少し、3つとも102にしていくのはなかなか厳しいかなというところはあります。まあ、そんな感想です。まあ、そのわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。